三門と、首老総務委員は、愛知県清須市一条にある臨在修明神寺派の寺院である。三号は、京成山、織田信長ゆかりの寺院である。もともとは、清須城下の現在地に、総務寺が存在していたが、1610年の清須越しにより、名古屋に移った総務寺市に再興した寺である。織田信長の供養島、昭和太がある。伊勢の暗黒寺である。 古刊資源回帰の三重県三重郡、大技西日野の神山寺が1572年、滝川和正との戦により消失した。織田信夫が父、信長の母代を弔うため、伊勢国区名郡大島居城地に、安国寺を引き取り随広市中学を解散として、慶応山総美寺を混流した。しかし、1585年、地震により大破したためを終わり清須の地に再建した。 1610年、清須越しにより清須城の城下町ごと名古屋へ移って遺跡となった。1644年に、葬見寺三与長吉さんが、加納姫の養い坊主であったため、京都に退院するのを、終わり藩主、徳川義直が移住し、葬見寺市に隠居所として寺を再興した。吉直が、京成山葬儀院と名付け、二代藩主三友が、変額を寄進した。 1785年かしわらおだけより、捨て、織田信長焼やき兜が奉納される。ありがとうございます。